サンフアンはアメリカ海軍の軽巡洋艦。アトランタ級軽巡洋艦の4番艦。艦名はプエルトリコのサンフアンにちなむ。その名を持つ艦としては2隻目。サンフアンはマサチューセッツ州クインシーのベスレヘムスチール、フォアリバー造船所で1940年5月15日に寄港する。 1941年9月6日に、マルガリータ・コルデ・サントーリープ人によって、命名、浸水し、1942年2月28日に、艦長ジェームズ・リーマーヘール大佐の指揮下収益した。大西洋での成長後、サンフアンはワスプを中心に形成された、空母任無軍の一部として1942年6月5日に、北アメリカ大陸東海岸の、 バージニア州ハンプトンローズを出港し、太平洋に向かった。任務軍は、ソロモン諸島に向かう、兵員輸送船団の護衛として6月30日に、カルフォルニア州サンディエゴを立つ。同部隊は、第二次世界大戦において海軍が行う初めての、大規模揚陸作戦に参加する予定であった。フィジー諸島での予行演習の後、サンフアンは、ウォッチタワー作戦に従事し、 1942年8月7日に、フロリダ諸島つらぎ島への上陸部隊に対して、砲撃支援を行った。これに対し、ラバウルを発信した日本海軍の一式、陸上攻撃機と99式艦上爆撃機が、揚陸作業中の連合軍輸送船団に空襲を行う。輸送船団と護衛艦,艦艇は自分たちの対空砲火と、 フレッチャー提督の空母機動部隊から飛来した F4 回ワイルドキャットで応戦した。駆逐艦マグフォードが勝破した。ビクター・クラッチ・レーテイトクレーカのノーマン・スコット少将は3不安に正気を掲げ東方部隊としてフロリダ諸島とガダルカナル島間のシーラークスイ、同等側を警戒した。なお、 連合軍輸送船団を呼び、護衛艦,艦艇の中で、唯一 SG レーダーを装備していたのが、サンフアンであった。日本軍の水上部隊は出現せず、何事もなく、夜が明けた。8月8日、連合軍上陸部隊は再び、ラバウル航空隊の空襲を受けた。連合軍各艦は猛烈な対空砲火を浴びせ、立港を主力とする日本軍攻撃隊は大損害を受けた。 だが、連合軍側も無傷ではいられなかった。駆逐艦ジャービスが大破し、輸送船ジョージ F ・エリオットが、被弾炎上して放棄された。連日の対空戦で、フレッチャー提督の機動部隊も F4 回20機と SBD1 機を失い、連合軍機動部隊は、援護を打ち切って、撤退を開始した。日没後から9日にかけて、 東方部隊4隻は輸送エリア東入り口を紹介中であった。この夜、第8艦隊司令長官三河軍一中将が率いる外南洋部隊がサボ島南を通過して鉄底海峡に突入し、野戦で連合軍の南方部隊と北方部隊に大打撃を与える。東方部隊は自分たちの鼻先を三河艦隊が通過していったのに、 何の行動も起こさなかった。上級部隊から命令は来なかったし、サンフアンのスコット少将も状況を尋ねなかった。この夜、ガトー沖にいた連合軍巡洋艦や駆逐艦の中で最新の SG レーダーを装備していたのはサンフアンだけだったが、東方部隊の4隻は野戦に全く関与しなかった。日中になると、ラバウル航空隊は、 駆逐艦ジャービスに集中攻撃を加えて撃沈したので連合軍輸送船団は無傷で済んだ。ターナー提督が率いる連合軍輸送船団は物資の大半を揚陸しないまま撤退を開始し、サンフアンは最後発部隊を護衛する。ガトウとツラギ島に上陸したアメリカ海兵隊は敵中に取り残され弾薬と食料の不足に苦しむ羽目になった。 8月13日、連合ー入総船団は、ニューカレドニアのヌメアに到着した。サンフアンは再び、ワスプと行動を共にして、ニューヘブリリーズ諸島とソロモンの間を紹介した。8月24日以降の第二次ソロモン海戦では、フレッチャー提督の命令により、ワスプを含めた第18任務部隊は、 燃料補給のため交代していたため、ナグモ中条の第一航空戦隊とフレッチャー、中条の連合軍空母二隻間で繰り広げられた航空戦に参加できなかった。この海戦で昇格艦爆隊により空母エンタープライズが損傷した。サンフアンもガダルカナル島沖で砲火を破損する事故が発生したため、サンフアンはエンタープライズと共に後方に下がることとなった。 9月10日、サンフアンとエンタープライズは、新珠湾に帰島した。10月5日、サンフアンは、海兵隊向けの貨物と20ミリ機銃を積み、南太平洋の戦場に向かった。フナフティ島に到着後、物件を揚陸させた、サンフアンは、ギルバート諸島方面に向けて、短艦出撃し、2隻の特設艦指定を撃沈した。 エスピリトゥサント島で日本人の捕虜を上陸させた後、サンフアンは10月23日にエンタープライズと合流した。3日後の26日、日米双方の機動部隊が激突する南太平洋海戦が起こった。この海戦で近畿土提督が率いる第16任務部隊として行動した。日米双方が攻撃隊を送り込んだ結果、 ナグモ機動部隊は3隻が日本本土での修理を必要とする被害を受け、さらに飛行機とパイロットにおびただしい損害を出した。サウスダコタとサンフランの猛烈な対空砲火も大損害の一因であった。だが、アメリカ側も無傷ではいられず、空母ホーネットと駆逐艦ポーターを喪失し、エンタープライズが中波、サウスダコタ駆逐艦、 スミス駆逐艦マハンが損傷した。サンフアンも被害を受けた。第2航空戦隊の空母巡洋から飛来した攻撃隊が第16任務部隊を襲った際に、サンフアンの艦尾に250キロ爆弾が命中して貫通した。浸水も起こったが、火事は過労死で生きていた。海戦終了後、サンフアンは10月30日に任務部隊と共にヌメアに帰投し、 ついでシドニーに開港され本修理が行われた。修理を終えたサンフアンはフィジーのナンディで空母サラトガに合流した。サンフアンは1942年12月から1943年6月まではヌメアを拠点にソロモン諸島の戦いに参加し参謀会を単独で紹介した。1943年6月末からのニュージョージア島の戦いでは サンフアンの任務部隊は、日本側の反撃を警戒するため、サンゴ海で26日間に及ぶ紹介を行った。7月遅く、任務部隊はエファテ島、ついでエスピリットサント島に下がった。11月1日、アメリカ軍は、ブーゲンビル島のタロキナ岬に上陸し、ブーゲンビル島の戦いが始まった。サンフアンは、 サラトガと行動を共にして、ブーゲンビル島とラバウル間の日本側の交通路を遮断した。ついで、サンフアンは、クエゼリン艦渉を攻撃する空母エセックスの任務軍に加わった。エセックスの任務軍は12月4日と5日のマーシャル、諸島沖航空戦で、雷撃機の襲撃にあったが、すべて撃退した。サンフアンは12月6日に任務軍から外れ、 整備のためメアアイランド海軍造船所に向かった。1944年1月19日、サンフアンは、真珠湾で、サラトガと、再び合流し、サラトガの任務軍は2月のエニオエトクの戦いを、支援した。ついで、サンフアンは、エセックス級の空母ヨークタウンを呼び、レキシントンを護衛し、3月30日から4月1日に、かけて、パラオ、ヤップ島を呼び、 ウルシー干渉への攻撃を支援した。4月7日、サンフアンは空母ホーネットと合同し、ホーランジアの戦いの支援と、4月29日と30日に行われたトラック諸島への再度の空襲に従事した。ホーネットの任務軍は、マーシャル諸島の前進基地に引き上げて、整備の後、6月前半からは、マリアナ諸島の戦いの前哨戦として、 小笠原諸島の父島と養子前の攻撃を行った。アメリカ軍はサイパン島に上陸し、これを阻止しようとした日本艦隊をマリアナ沖海戦で打ち破った。サンフアンは海戦で対空防衛に専念した。エニウェト区干渉での整備の後、サンフアンは SX 級空母アスプとフランクリンの護衛を行い、任務軍は グアムの戦いの支援でサイド父島と洋島を空襲した。パラオとウルシーに対するサイドの攻撃の後、サンフアンはオーバーホールのためサンフランシスコに開港されることとなり、サンフアンは8月4日、ヨークタウンを護衛してエニウェートクを出港した。オーバーホール後の訓練をサンディエゴと真珠湾で行った。サンフアンは、 11月21日にウルシーに到着して、歴ントンの任務軍に加わった。12月に入り、第38任務部隊は来る、ミンドロ島の戦いに備えてルソン島と台湾を攻撃することとし、その間、日本の航空機を偽の場所におびき出すこととし、サンフアンが偽情報を発信する役目で12月7日から短観行動に出た。しかし、 この作戦に日本機は引っかからなかった。12月18日から19日にかけて任務部隊はコブラ台風に翻弄され、12月24日にウルシーに帰島した。6日後、第38任務部隊はルソン島の戦いの前哨戦のため出撃した。1945年1月3日から9日にかけて任務部隊の艦載機は台湾、沖縄島及び ルソン島を攻撃。さらに南シナ海に入り、1月10日から20日にかけて、インドシナ半島のカムラン湾やサイゴン、香港などの港湾や艦船を攻撃した。サンフアンは、ウルシーでの整備の後、2月には、イオウ島の戦いの援護で、東京への関西機攻撃を行うホーネットを護衛し、3月1日に、ウルシーに帰島した後は、沖縄への進撃の準備を行った。 サンフアンは3月22日にホーネットと顔を合わせ、4月30日まで南西諸島近海で行動した。ホーネットの関西域は4月21日に南大東島を空襲したほか、4月7日の某の三崎沖海戦では戦艦山トの激沈に一役買った。その9日後に一旦ウルシーに戻った後、 再度南西諸島近海に戻って沖縄戦の支援に従事した。サンフアンは6月13日に修理のためレーテ湾に帰島し7月1日からの日本本土への攻撃では第38.1任務軍に属し空母ベニートンの護衛についた。8月15日の日本の降伏後サンフアンは8月27日に相模湾に 第3艦隊の他の艦艇と共に入港した。サンフアンは、ロジャー W シンプソン巡将の指揮で実施された、捕虜解放作戦に協力した。8月29日、特別部隊は大森、大船及び、品川の収容所から捕虜を解放した。解放された捕虜は、病院船ベネボレンストレスキューに収容された。サンフアンはさらに、名古屋、浜松間と仙台、 釜石間にある捕虜収容所の解放作戦にも従事し、作戦終了後の9月23日、サンフアンは戦艦長戸に横付けした。サンフアンは10月28日まで横須賀に滞在した後、11月14日に本国に向けて出港。新珠案でシンプソン巡将を下ろした後、11月29日に本国に外戦した。3日後、 サンフアンは、マジックカーペット作戦に従事して、ヌメア及びトゥ,トゥイラ島からの福音商兵をサンピドロまで輸送し、1946年1月9日に到着した。サンフアンは1月24日にブレマートンに開港されて経流され、11月9日に退役して、太平洋予備役艦隊に編入された。1949年2月28日、サンフアンは、 クラマイナス54に監視変更される。サンフアンはそのまま現役に戻ることなく、10年後の1959年3月1日に除籍され、1961年10月31日に、ロサンゼルスのターミナル島にあるナショナル鉄鋼所にスクラップとして売却された。サンフアンは第二次世界大戦の先行で13個の従軍聖賞を受賞した。 ありがとうございます。